ソンです、今日はですね、区立、池袋本町1丁目児童遊園、ね、区立なんかこれちょっと豊島を抜かして区立、多分これリスの関係かなんかどうでもいいツッコミですけど、初めて見ましたねこれね、うん、初めてですね。ここ2文字ちょっと手抜いてます、うん、手抜いてるんだから分かんないです。車後ろキープしてます。はい、というようにここ非常に狭いんですよ。はい、ちょっとぐるっと回ってもらって、ここね一方通行ではない、これね一方通行ではないのかな、ないですよね。ではないですね、非常に狭いですね。だからここはちょっと防犯というよりも交通安全気をつけてください。この狭いところでこれも今度行っていい、川越街道っていうね、前川越街道でかい川越街道ですね。でこれ左に行くと池袋の方に、池袋の中心部の方に向かってますね、この川越街道、ここ結構でかいんですよ。パッと見れる位置で、ということでちょっと戻りましょうか。こんな感じですね、川越街道から見た公園。はい、建設者が、はい、これもね、でもね僕いつもこれ思うんだけど、はい、いつ出したやつなんだよっていうね。ああ、もうとっくに10年前騒がれてた時期に出しただけであって、もう特に解決してしまってる可能性もあるし、はい、なんとも言えないですよね。タイムリーではないと思うんですよ、うん、年月とかね、まだ出てれば、うん、よく交通事故だと出てるじゃないですか、はい、年月なんですよ、ね、これだからもう1回出せばそのままっていうあれです。ここはちょっとね、防犯もそうなんですけど、さっきも言ったけど、とにかく交通量が多いんですよ、ここ、うん、危ないですね、交通量が結構多いですね、こうバーッと乗ってくる、この狭さで結構交通量多いんで、うん、やっぱそれはね、防犯というよりも交通事故の方が注意した方がいいんじゃないかなという感じはします、この公園は、はい、そんな感じですかね。はい、はい、ということでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとですね、何か質問等ありましたら、書き込むとかありますよね、コメント欄書き込んでください。なんで、まあ、頑張ってくださいとかね、もしそういうのありましたら、そういう人が いましたら、そういう応援のコメントは OK です。あと、ま、なんか質問は OK なんですけども、文句とか因縁、要するに絡み、嫌がらせ、こういうネガティブな書き方コミはもう一切しないようによろしくお願いします。で、まあ、そもそも誰も相手にしてくれてないですよね、このチャンネルね。書いてくれてる人がいないっていうのはちょっと寂しいですけど、まあ、そんなわけで、チャンネルと登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。